皆さんこんにちは、猫ニラでございます。じっくれ今宵も上げてまいります。あのソーマトランジスタさんの自己紹介みたいになっちゃいましたけど、いくれ目から被災はい、いいな、数値スタミナ17万だ。2クレ目バルトラ。バルトラはまあやっぱ白の1314が非常に使い勝手がよろしいわけですよ。なのでドルトムント縛りをやらないのであれば、まあ、あのバルサの1314の白がいいかなっていう気はしますよね。あれ すごい良かったからな、本当に。最近このバージョンで使ってないから何とも言えないですけど、数値は83ぐらいなのにめちゃくちゃ止めるんですよ。4クレ目、みんな右サイドで使ってましたよね、ベナティア。徹底した守備意識。ほう、どっちがいいんだろう、バイエルンのペナルティアと。1,2,3,4,5 クレ目キミッヒ。このキミッヒがね非常に使いやすかったですよ、本当に強かった。守備もこのディフェンスの能力値もすごい上がったので 1,2,3,4,5,6 クレ目。1516の時は12とか11とかだったじゃないですか、確か。ディマリア、これ何力天使、力天使まあゴラッソしてましたよね、ゴラッソしてた。 1,2,3,4,5,6,7 クレ目、エルナンデス。これは嬉しいやつ、はい、これはねスタメンで使おうと思ってるんですよ。これは嬉しい。どんどん揃ってきてる。あとはピュアバディが出てくればもう何にも言うことねえんですけど。シュールレ、シュールレもな、あのチェルシーの1415OE のシュールレがすごく使いやすいので、まああれをフォワードなんですけど、アップウィーアップウィーオブラク、オブラク出てました。変な造語、変なよくわかんない言葉発しちゃったよ、びっくりして。ラスト10クレ目、カンドレーバー。はい、ということで今回はオブラク出てました。まあディフェンス20いいですね。また次回お会いいたしましょう。